始めないの？始める？ちょっと待って、30分くらいで終わっちゃう。ギフトありがとうございます。中華丼、ぴょんさんがいつも食べてる中華丼、店員さんね、お箸しかくれなかったから食べづらいけど、あれだよね、人によってあれだもんね。だからあの店員さんは中華丼をお箸で食べる人なんだろうな。安心しとるか。どうしようかな。いただきます。いただきます。リモコンだけちょっと無双的にお箸してください。いや、映りそう。めちゃくちゃに映れるよ。うわ、美味しかった。いただきます。幸せすぎたな。ね、そう、ね、ハチとね、さっきまでゆっくり話してたんだけどさ、エイトっていいよねって、エイト好きだよねっていう話をしてたんだよね。そうなの。私もいろんなの号泣だったんだけど。マジ？大丈夫？てか、ハツカねえ、ハツカねえって何？ハツカも泣いた。なんかさ、いろんな思いが出てくるじゃん。もちろんエイトが休止っていうのも寂しいし、でも私にとっては本当に最後だしみたいな。なんかね、この景色もと思うとね。グッパーよ、このまま。ニューボーさん、桜のお友達さん、タワーありがとうございます。タワー。なんかお米が食べたかったの。なんか置けるものさ、低いよね。あれ、そこにする？なんかないかな。これでいいか。よし、いいカバンだね。よいしょ、失礼。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。やばい。あ、やばい。いや、あ、そう。いけた、いけた。あ、ゆうたさんのタワーありがとうございます。こんばんは。ハマちゃんとのグータッチ良かったです。ありがとうございます。こんばんは。ハマちゃんとはね、本当に今日で最後だから。よいしょ。ラッホー。ということで、のりやともかゆさんありがとう。ゆうたありがとうございます、皆さん。ありがとうございました。わさぴさんありがとうございます。無事、チームメイトのラストコンサートが終わりました。ありがとうございました。超楽しかった。そして今日はなんとヒカルンラスト配信。はい、昨日ラストって言ってたんですけど、そうラストです。一緒にさせちゃってもらってます。同じ部屋なんですよ。そう、なんかね、今日さ、なんか無理かなと思ってたら意外とできそうだったから。ね、よかった。うん。ノリアとマフエさん、ありがとう。くむちゃんのタワーありがとう。今日さ、今日さ、マジさ、歴史に残る最高のコンサートだったんじゃない？自画自賛。それはそうです。うん、感動した。そのくらい、なんかやっぱりチームメイトって愛されてるし、なんかめっちゃ早く感じた。愛してんだなっていう、うん。なんかそのもちろん私たちがチームで好きだよっていうのもあるけど、うん、スタッフさんが本当に。すごいチームメイトのことを好きでいてくださってるんだなってことが本当に関係者の人とかめっちゃ来てくれたよね。めっちゃ来てたし、もう差し入れがすごい、うん、やばい。今日なんかもう取り切れない。でもうね、私いつも差し入れ全部もらってくんだけど、もう全部もらったんだけど、いつも余っちゃって余りそうだなとか思ったら全部入れてくんだけど、もうそれでももう全てもう持って帰れないくらいたくさん差し入れをくださって、いろいろいただいてて、もうそこでもね、愛を感じてしまいました。タワーありがとうございます。ステージでめっちゃ輝いてて嬉しい。こちゃんさんありがとう。あの、私、そうですね、私は個人的にはね、コンサート復帰だったんでね、嬉しかったですね。おめでとうございます。まあ、あのまだテーピングはねしないといけなかったんですけど、いやマジでね、ほんとよかった。無事終わって、まあ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 って感じ。なんかもうよかった、怪我しなくね。あ、かぼちゃん、え、なにこれ、タワーなの？これエイトのタワーがあんの？そう、チームエイトのタワー。すごい、ありがとう。ありがとう、チームエイト。私の画面暗いな、ちょっと一瞬止まります。なんかさ、本当になんかいいよね。ね、あ、
寂しくなっちゃうもん。もちろんさ、この先チームメイトがさ、がこの先っていうか、ま、今日でチームメイト活動休止じゃん、うん、だけどさ、なんか活動休止をもししてなかったら、うん、私はどうしてたんだろうと思って考えて、卒業っていうのに踏み切ってたのかな、確かにどうなんだろうなっていう思いがちょっと出た、うん、確かに楽しすぎたからね。そう、ありがとう。わかんないよ、してなかったとしても卒業発表してたかもしれないけど、うん、そう、でもなんかそのくらい、ね、うん、いいチームだな。一番いいコンサートだと雰囲気がする。ありがとう。うん、ヒカのかっこよかったって、ダンスの選抜ありがとう、ほんと頑張ったね、ありがとう。マリリン頑張った、ダンス。でもね、ごめん、聞いて、ここで暴露する、うん、目の前で見てた人なら知ってる、うん、こけた、ティーチャーティーチャーさ、うん、なんか振りが一気に吹っ飛んでさ、もごもごしてた。もう大丈夫よ、ポピーさん、ありがとう、ハート。マジで恥ずかしかった。お疲れ様です。おかけさん、ありがとう。ありがとうございます。ヒル公園、ヒル公園アリーナ最前で初目の前に来てくれて嬉しかった。名前ボード見れたよ、ありがとうね、めっちゃ嬉しかった。なんか本当に私、うちは見つけれてたくさん嬉しかったね。ここはもうね、なんかさ、たくさん大きいステージだし人数も多いからさ、見つけれなんかいるかなとかちょっと心配だったりしたけどさ、そう、しかもさ、すごい申し訳ないけど、3、4回ってさ、うん、まあ、限界があるじゃん、見るのにも、うん、だからさ、どうなんだろうと思ってたの。でもペンライトがめっちゃ見やすかった。ね、よかった、ペンライト色あるっていいなって思って、うん、あとなんか言いたいこといっぱいある。まだなんか一応ツイートしなきゃと思ってツイートしたんですけど、まだ言いたいこと本当にたくさんあるから、また文まとめてノートにまとめてツイッターに貼り付けます。なんか私は、どうぞ、なんかどうぞ、いいよいいよ、どうぞ。何を言うと忘れちゃったもん。私は本当に今日で最後なので、ショールーム終わったらツイートして、あんまりツイッター動かすないかもしれないんだよね、苦手なんだよね。でもちょっとは動かすか、あまり気が向いたら動かすか、うん、でもなんか、あ、そう、このコンサートが本当になんか、このコンサートのためにアイドル続けてきてよかったってめっちゃ思いましたね。なんかさ、いろん何回もしかやめようと思ったけどさ、うん、思ったことあるけどさ、なんかやめ、そこでくじけずにやめなくてよかったって思えるようなコンサートだった、ね、本当にね、あ、この日のために私は AKB のチームで入ったのかなって思うくらいすごく楽しかった。みんな絶賛だったんじゃない、うん、なんか、なんかまあ、ファンの方のね、どうかわからないけど、もうメンバー楽しもうねって、まあ、しっかりやりつつ楽しもうねって。エンジンから泣きそうだった。楽しかったし、なんか、まあね、愛知県代表としてよかったです。あ、ごめん、違う、こっちだった、大丈夫。どうでしたか、皆さん楽しかったですか、なんか感想とかありましたらね。うん、初5周年、あ、外資、日本外資ホールドのね、ありがとう。ヒカルすごい、ヒカルみたいに染めればよかったってめっちゃ思った、ヒカル見ながらめちゃくちゃ楽しかった、嬉しいね。私、あの、見つけやすいって好評でした。いや、でもそう、今日私終わり、ポニ、夜はポニテールにしたんだけど、ポニテールがみんなすごい多くて、いや、まあ、でもハーフポニーとはめっちゃいた。そう、でもまあストレートポニーで髪の毛めっちゃ長いし、え、分かった、みんな分かりましたか、なんか結構みんな巻いてて、ここら辺の長さの子が多かったから、うん、いや、分かるかなと思ったけど、で、あ、京都先生からもね、黒い天使素敵でした、ありがとう。黒い天使すごいね、楽しかった。なんで今、いや、ちょっとさ、ミスったと、ちょっとぐらついちゃって、何回かヒールで、うん、もうなんかさ、こうさ、こう回った時とか、すごい、嵐の夜にはやばかった。そう、え、ロングストレート分かりやすかった、え、よかった、嬉しい。この日よかったです、髪の毛伸ばしといて、
今日はその夜はめっちゃ踊る曲が多かったんで、うん、そう。ヒゲジーしんちゃん先生ありがとうございます。そうね、残したら食べる。食べなかった。のんびりじゃ食べる、うん。あ、ハッツの目の前に来たよ。あ、うん、関係者席でね、ちょっとメンバーのお母さんたちを見つけてしまうてお世話になってるメンバーの。もうさ、そう、こういった瞬間つまずいって言ったらすごい申し訳ないんだけどさ、ペンライトがないわけだからさ、そう、一こうやって最初気づかないんですよ、うん、こう初めて手振ると、うん、なんか落ち着いてねえと思ったら、わ、ここ関係者席やってなる。うん、おいしいよ。昨日よりめっちゃ見やすく見つけやすかった。よかった。うん、かっこよかった。嬉しい。久しぶりに初めて嬉しかった。足は問題なかった。足はまた詳しくノートに書くんですけど、そうですね。なんか本当になんかギリギリ本当に1ヶ月先、例えば4月3日にこのコンサートをしてたりしたら、私は多分全部出れなかったから、な、本当ギリギリ、本当この日ギリギリって感じです。なんか本当に1ヶ月前に筋力測定のやつをトレーナーさんに見せたら、これあとちょっと厳しいよって言われて、でももう一応セットリストで出ること決まっちゃってたから、もう筋トレ頑張りましょうって言って1ヶ月、まあ筋トレっていうか、まあレッスンとか頑張りながら、すごい見ながらハラハラした。え、そう、大丈夫かな、なんかそう、今の、ま、今の筋力だったら多分ジャンハチノスダンスとかでもう一回同じ怪我をする可能性、恐れが高いから、ちょっと筋トレ頑張ろうねってトレーナーさんと言って、まあ、1週間に1回ねリハの合間に行ってたんですよ。で、本当ファンだった。だからもう今日のコンサートは個人的にあのね、無事わかりますよね。でもまあずっと祈って、だからこのでも一応本当に全部出たんですよ。なんか練り歩きはあの基本メンバーは朝あの昼練り歩きした人は夜ステージで踊るとかあったんですけど、なんか一人だけね練り歩き、どっちも練り歩きの人がいたらしくて、それを私にしてもらって、だからその分踊る曲がちょっと少ないんだけど、その練り歩き分だけで、あとは基本全部出たんで、いや、すごい頑張ったの。でも足がめちゃ疲れてる今、だからストレッチしてお風呂入って寝ます。みんなむくみでやばいって言ったね。そう、日焼けちゃんにずれやってた。え、それ聞きたいんですよ私。イヤモニイヤモニは聞いてなかったから、裏側にいたから、そう、裏にいるとあんまり気になかったんだけど、そう、一人 MC で、あ、夢見るいじられてんなと思いながら、さすがに全然聞こえなかった。え、何言われてたのかって。でもあれでしょ、レッスンギガ派手とかでしょそうそう、あるあるで、それ夢見るだよねみたいな感じだと思ったそう、頑張ったね、ありがとう。ギフトありがとう。押しカメになってた、マジいい、ありがとう。いや、ゆりち、レッスン着が派手とか。そう、へえ、地方の地方から来る子がレッスン着が派手って言った。だってあなたさ、緑のパンツ履いて、なんだっけだって可愛いじゃんね。で紫のジャンパー着て、黄色のバッグ持って、うん、原色なんだよ全部。好きなんですよ、カラフルなのが。いや、似合ってると、似合ってると思うんだけど、すごいなって思う。そう、ダハンニーさんの言うとって、まあ、チケンさんありがとう。あ、そう、OG もたくさん来てくれて嬉しい。スーさんありがとう、ありがとう。 OG の方さ、ね、すごい来てくれたけどさ、うん、私あんまり喋ってないのね、OG の人と。私誰か分かってもらってる大丈夫そう、ね、ピンクだから誰か気づいてもらってる。スーさんありがとう、疲れ。スワリちゃんにも会ったし、カリンちゃんにも会えた。これからハツカちゃんじゃなくてハツカって呼ぶね。あのね、いいんですよ、もう全然いいです、うんうんうん、もう二十歳なんで。バイバイ。なんかね、ハツカちゃんとかハツカとか普段呼ばれないから、手で緊張しちゃうんですよね。ハツカって呼ぶ、ハツカ。いや、ね、緊張しちゃう。スーさん、ありがピカピカペカペカ。今何時？44分。そう、お疲れ様、ありがとう。今日はつむぎちゃん来てないですね。うつちゃん来れなかったんです。そう、はつかちゃんって叫んでもらってちょっと緊張しちゃいました。はつか、えー、やめにゃん、はにゃん、はにゃにゃん。あれだよね、結構さ一緒にいるけどさ、カレンちゃんとさミスさんはさ、うん、ヒカって呼ぶじゃん。確かに、ヒカちゃんなの。確かに、
でもあんたずっと光るんよね。うん、ね、光も初かって呼んだことないし、うん、光るんや。ありがとうさん、タコタコすぐ何かやってた。そう、皆さん他に何か思い出に残っているものとかありますか、今日のライブで。リガルの最後の配信じゃ、何時？24分？24分かな、みんな当てる？これただヘカルは永遠ですか？ Yes Yes。 エルナンペさんありがとう、ポチャマさんありがとう、ノリさんもありがとう。お友達がヒカルのボールをゲットした。あ、待って、すごっ。ハツっても何でもいいよ、黒い天使かっこよかったよ、嬉しい。これからは劇場出れそうなの、出れそうなのか、まあ、まあまあ、でも今日もコンサート走り切ったのはすごい一つの自信につながったので、劇場も近かったらいいなって思ってます。まあ無理せずね。ありがとうございます。そうです、ナベさん、ヒリさん、ギフトありがとうございました。ゆうたさんありがとうございます。フライト石聞きながら懐かしいなって思ってたね。たた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 、初のポジションやったことあるかも。あ、そうなん。なおちゃんとマリアちゃん、楽しかったね。あれいいよね、光る好きだった、うん、これちなみにネイルはミスサーに借りて、めっちゃ可愛い。いや、終わっちゃったんだね、チームメイト。さとちゃんパワーありがとうございます。ね、なんか多分この後にズーンって実感が来そう。悲しくなって一緒に泣く？じゃあ、うん、悲しい悲しいよ。そう、眠たくなってきた、お腹いっぱいになっちゃった。小さい、恥ずかしい。ユーリー見に来てたのかな。来てたみたいだよ。嘘。え、ツイートしてた、ユーリーさん。ユーリーさん、知らなかった。ケンケンケンさん、タワーありがとうございます。ノリー様ありがとうございます。え、気のせいかな、ユーリーさんのツイート見てみて、いいねした気がする。そう、あ、ほら、やっぱり来てたよってコメント来てる。なんか会えなかったんだけどね、裏は来なかったわ。来てないかもしれんけど、あんまりがっつり他の人とも会ってなくて、ちょっとすれ違ったくらいとかだったから、ありがとうみたいな感じ。楽しかったな。私的にはあのオープニングからのリバーがめっちゃ好きです。かっこよすぎね。めっちゃ音聞きながらやりながら、あ、めっちゃ揃ってると思って、めっちゃドン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 っていうのが揃ってて、ありがとうね。なんかめっちゃいいなと思った。そう、感動したんだ、ゆいさん、嬉しいね。もうやばい、足がもう終わってる今。ゆいりさんありがとうございました。3人で見に来てたの。へー、あ、ホテちゃん、ホテちゃん、あった、楽屋の前にいて、で、太田ゆきちゃん、うん、ゆきちゃんもあった、うん、そう、頑張ってくださいって連絡くれたの。優しいね。そう、なんかすごい、あの子ね、すごくフレンドリーでね、優しい子でね、めっちゃフレンドリーだよね。そう、だからなんか寂しいです、なんか LINE 持ってんの。そう、ハル、そう、聞いて、そう、昨日ハルコンあったじゃん、うん、なんか、明日で卒業ですよね、寂しいですみたいな、なんかまたなんかどっか行きませんみたいになって、いろいろ話した時に、でも連絡先知らないよねって、うん、なんか連絡先私知らないんだけどって言ったら、うん、交換しましょうって言ってきてくれて、あ、いいよ、交換しようって言って、すごい。そしたら感想まで、さっき、優しい、これすごい良かったです、いいな、いい子すぎて。みんなも初くの感想教えてありがとう、ゆきちゃん、コンサートお疲れ様でした、ありがとう。ホテちゃんじゃない、太田ゆきちゃん、よいしょ、すごい、めちゃめちゃ話してくれ。そう、横内先生は会いました、リサさんも、私も久しぶりにお会いしました、嬉しいっす。ちょっと、55分になったら教えて。そうだね、うん、さん、ありがとう。ランキング読むから。涙で20日よく見えなかった。そうだな、最後はヒカもそうだったよ。感想 LINE で送るから教えて。まず来たかい、せめて DM にしてくれせめて DM にしてな。こんばんは。大人の曲やるようになった。でも言うてやない。そう。大人の曲やった。今回多かった。ヒカルはめっちゃ大人っぽかった、ね。嵐の夜には、
の衣装がエッチかった、うん、あれエッチかった、びっくりした。でも、うん、ズボンの上にお肉乗らないように頑張った。いや私だったら諦めるば。乗ってた。でも多分、いやきついと乗るよな、肉ってか可愛いよ多分。そう、でも聞いてサイリンにお腹割れてんじゃんって言われて、面白かったよ。そう、影入る、ここに線縦線入る、うん、嬉しくて、ゆる子はやばかったもんね。 VR ちょこちょこ見たけど気づいたかな、うん、ね、気づいてくれた。あと今回のコンサートで楽しかったな、練り歩きできたことがめっちゃ楽しかった。なんかやっぱりね、ファンの方と近くで会うとみんなすごい笑顔で手振ってくれるし、やっぱりさ、ステージからだとかだとさ、まあ多分自分のこと見てるのかなとか多分心配になっちゃうのか、そう、なんか手振っててもさ、そうそうそう、私に振ってるみたいなさ感じで、だからなかなかコミュニケーションが取りにくいところがあるから、やっぱり練り歩きっても本当に直で見れるから本当に良かった。だから可愛い映像とかさ、そう、あと上がるの楽しい。これ3、4回行けなかったのがすごい残念だったけど、そうなんだよね、申し訳ない。でもなんか2回でね、2回とか行ったらたまたまファンの方がいたりとかして、うわ嬉しいと思って嬉しかったです。大人っぽくてセクシーだったって嬉しい。あ、いいね。で、練り歩きで会えたりとか、あ、ここにいたんだとかね、ったあれ合ってる？合ってるのかな。でもファンの方はきっと教えてくれるよね。今何時ですか？教えてください。そう。あ、46分なんて合ってる。ちょい進んでるわ逆に。ひろさん、ありがくめちゃん、ありがとう。間に合った。ありがとう。ありがとう、時間も教えてくれる。そう、じゃあありがとうね。オール4回私が寝れなかったから行きたかった。でもなんか会場の関係で行けなかったから、そう、なんかルールとかで多分危ないからっていうので行けないんだって。そうなんですよ、ひこすぎる。ギフトありがとう。ありがとう、こちらこそ。ルコインで光りました、可愛かったです。嬉しい、ありがとう。もう私もらった次一般人やけ、私はからアイドルやけ、一般ピポー、エバペポー。私は泣きました。みんな泣いてた。え、だからなんかのりさん、ありがとう、ありがとう。なんかエンジンの時にゆうゆうが掛け声でいくとこはこれが自分で、今日はコンサート頑張っていきましょうってエンジンが行きましょうとか言うんですけど、その時にゆうゆうがもう泣いてて、その時にも私は泣いた。うん、頑張ってこられてた。え、なんかそう、みんなメイク今から出るからみんな上向いてこられてた。鼻すすってんだよね。でも私ね、人が泣いてるのを見るともうすぐ泣いちゃう人なの。同じ。え、そう、だからもう泣く、なんか泣いてるつもりないのに涙がポロ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 落ちてきちゃって。でもさ、なんかさ、なんだっけ、うん、映像がさ何個か流れたうちにさ、ヒカ、うん、の卒業公演のさあったね、映像が入ってたのがさすごい嬉しかった。来てたんだよ。そう、来てくれてたんだよ、ね、そう。え、あのさ、お祭りみたいなとこは何？祭り？なんかヒカルンとかモモちゃんとかハムちゃんとかがお祭りみたいな、なんか屋台みたいな。あ、石川のイベント？え、だよね。そう。めっちゃの映像綺麗やんと思って、いいな。一緒に行って屋台で楽しんできた。ね、ひーちゃんは焦ったけど、まあなんかデジャブデジャブやん。ね、でもなんかひーちゃんらしくて好きだよ。うん、でも今回はあれ言ってたね。今回はちょっと早めに言ったかよって。あの手紙ですっていうの。そうそう。フェイスゴーさん、ありがとうな。コンサートお疲れ様、ありがとう。はつかちゃんの旗と一緒に写真撮りました。それも嬉しい。え、まず旗と写真撮ってくるの忘れた。マミーは自分が、あ、自分で撮りたかった。うん、みんな合成しといて。私も合成して。ギフトありがとう。 I love you, thank you。 あのさ、ツンデレのセリフの MC やったじゃないですか。いや、かわいいセリフ、ね、あれも私、まあ、多分自分当てられるキャラじゃないだろうなと思ってたから、当てられないと思ってたけど、もうどうにかこうにか当てられないように影を薄くしようと思ってました。当てられませんでした。もう本当にそういう燃えゼロ系だけは本当に苦手すぎて。え、登りとかもらえるのかな。いや、もらえないんじゃない。いつももらえないよね、多分。ああいうけって、うん、さすがに大きすぎて。そう、嬉しい。スタッフらが来てたんだって、北陸放送さんの。
MRO さんかな、あのお花、あなんかスタッフさんに言ったらなんかあのちょっとあの見つけられなくてって言ってて、多分たくさん来てたんだろうね、いろんなところ嬉しいね。そうでもありがとうございました、見てるか分かんないけどクリコーさんの方見たかった。 あのさよならじゃないとかでパーンってさ、すごいいろいろカラーテープとかが飛んだよ、あれマジでびっくりしてってなるが、あさよならじゃない、真っ先にさ一番端の花道に行くからさ、うん、いたディーそうめっちゃびっくりした。あと10分ありがとう。そう、ひょうかちゃんがちゃんと朝起きられますように。それなまさかずっとマークふーさんにがくまちゃん、そうあの MC 待っててマジで緊張した、あの暴露 MC 昼の。違うでも人聞いて、ハッツだっけに言ってたよね、私さ 夜と昼に台本があるんですけど、暴露話じゃなくて思い出話だとずっと思ってて、だから急になんか暴露話しますって言った時、暴露何も話、違う私はそんなこと聞いてないと思って一人でパニックになって。ありがお花物見して大丈夫でしたか、まあ、楽しかったからよかったよね結局。リカオルインもう終わったからね、足がパンパンですが足上げる僕ね、まあ、ひかのいいけどさ、広いよね、いいよ、でもみんなそうよね。でも見えてた、ひかさ、うん、ありがとうございましたって下向いてさ足見るじゃん、うん、やべえパンパン、ね、見るたびにそうなのよ。ぽっちゃまさんありがとう、ありがとうみんな、今日ハットすごく目立ってましたよ、そんなもん嬉しい、どういう悪目立ちそう、しかも今どっちで目立つんだ大丈夫ぽっちゃまさんに、なんかなんでさ、まあ、でもなんか終わりがあるから人間って美しいんだよね。いやいやいや、でもエイトはさ私は残ってほしかったよ、自分が卒業するしないに関わらず、うん、でもなんかまだエイトは終わりじゃない、さよならじゃない、なんで言い直した、うん、書いてるめっちゃ細くて書いてあったよ、嘘ありがとう、私はそんな細くないけど、あいい目立ちよかった、よかった、ありがとうね、なんかエイトなくなると寂しいな、ヒカルン幸せな人生を送ってくださいだって。あそれだけじゃない、でもマジでだって一般人になるんでしょ、うん、一般人になる方だから、ありがとう、頑張るね、ウルナさんとマーク献血したユウさん、ウラナスさん、ありがとうだわ、ちょっと少しだけのんびりして働きます、いただきます。まあ寂しいってことも変わらないけど、なんか今日のこのかこう休止するよっていうことでより一層チームメイトのことが好きだなって思えたから、なんかそれは良かったなと思う、本当に楽しかったから、本当に楽しかったから、なんかさ、まあこうアイドルをやっているとさ、あなんアイドルなんない方がよかったかなとか後悔するときもあるじゃないですか、ある、しんどいときそう思っちゃうよ ねどうしてもね、あなんかやっぱり、まあ、学生生活もそんなちゃんと送ってねえしさ、まあ、アイドルにならないで学生になったらよかったかなとか思ってしまうときもありますけど、もう今日のコンサートがあったおかげで、あ私はチームメイトで入って正解だったなってすごい思える、すごく素敵なコンサートに出れてね、ヒカは本当にチームエイトと一緒にいると本当にそう思う、合わない、なんか入ってなかったら合わないんだよなって思ったらさ、あなたとも合ってないんだよ、うんって考えたらさ、ね、怖いよね、やばい、怖いよね、ちょっとね、うん、まあ、53分だって、もうランキング読んでいいじゃん、うん、先にごめんね、ランキング私読んじゃいます、綺麗すぎる、13位、アーターピョン、アットピョンズさん、12位ナナタさん、ジジユカとずとヒカチュウ、どうなんだろうね、またチームメイトでいつか集まりたいね、ありがとう、ありがとう、10位昼公演でヒカオシ全開の姿をハツに見つかってしまった人だそうです、ランタンさんです、あー見た見たおめでとうございます、あったね、リアル来て、
よかった、ちゃんと日顔しだったんだね、嬉しいよ。9位炎上さん、8位カイミンさん、7位サトちゃんヒカチューブさん、6位カボちゃん、ありがとうハートもありがとうね、ヒカルンあり、本当に皆さん今日はずっと大好きさん、多分遠くから来てくださった方もいらっしゃると思うんですけど、5位桜の友達さん、たくさん4位ケンケンケンとヒカチューブさん、すごくたくさんのコーナー、3位ユーボーとヒカルンは間違いなく糸の星ですさん、ありがとう。2位こちゃさん、1位ゆうたと永遠のヒカチューブ、今まで本当にありがとうさん、ありがとう。じゃギフトいきます。炎上さん、チョレイさん、ナーラブさん、カーアットピョンズさん、ケンケンケンさん、ナナタさん、ユウコさん、ダンタンさん、わかりにくかった、こちゃさん、あ、週間間に合った、よかった、ちょっとさ、時間すごかったもん、ユウタさん、カンスさん、トシブベスターマンさん、トリトリさん、おろしっていうのは髪の毛のストレート、アーターさん、これ分かりにくいかなと思ったけど、ちゃんもさん、さとちゃん、黒い天使がさ、くまくまちゃん、 ATAC さん、アタックさんかな、これ読み方、うん、読み方、うん、それでいい気がする、うどさん、ところてんさん、はつねちゃん、はつねちゃん、かっしーさん、この自宅着きました、よかったです、ありがとうございます。ブエロって髪型に良い状態だったよ、ね、ゆうちゃんさんも、たけちさんも、のたさんも、ありがとうございます、ねえ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 ちいちさんもありがとうございます。じゃあ泣いてみます、はい、私も13位ジオリン、待ってね、あ、ジオリングさん久しぶりに来てくれた、アトマーク久しぶりランクン、ジオリングさん、アトマークシンガポールミューディーさん、ありがとうございます。12位シュンゴさん、シュンゴさん、シュンゴさん、ありがとうございます。11位ヒロスさん、ヒロスさん、ヒロスさん、ありがとうございます。10位エースのワンペアさん、エースのワンペアさん、エースのペアさん、ありがとうございます。9位ミサキさん、ミサキさん、ミサキさん、ありがとうございます。8位ヒイラギアットマーク、コンサート楽しかった、ありがとうさん、ヒイラギさん、ヒイラギさん、ありがとうございます。そして7位はわさっぴさん、わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位マサカザアットマーク、ふうさん、マサカザさん、マサカザさん、ありがとうございます。5位おかっきーさん、おかっきーさん、おかっきーさん、ありがとうございます。4位スー、元気に勇気や歩き、ありがとう、仕事頑張るよ、頑張ってね、ありがとう、今日は来てくれて、スーさん、ありがとうございます。そして3位はウラナスアットマーク、花香ゆ、献血したユエスさん、ウラナスさん、ありがとうございます、タワーもありがとう。そして2位はポッチャマさん、ポッチャマさん、ポッチャマさん、ありがとうございます、そしてありがとう。そして1位はノリ、やっぱ楽しそうにパフォーマンスしている、ハッツム最高、ユエス、アットマークユエスさん、ノリさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。もうちょっとギフト読んでよろしいですか。あ、いいよ。呼ばれてない方挙手でお願いします。ゆうぼうさん、ありがとうございます。ひがっちさんも、ありがとうございます。びっくりした、何しだすのかと思った。もうゆったり座る、それゆったりなの、うん、はい、大丈夫ですか。桜のお友達さんも、ありがとうございます。カボちゃん、ありがとうございます。大丈夫そうですかね。はい、ということで皆さん、ありがとうございました。いや、コメントも何、昨日言ったからあれなんですけど、まあ、なんかあったらショールームじゃなかった、ツイッターの昨日の最後だと思って書いたコメントを読んでください。宇多田ヒカルのラストツーショット、まあ、そうですね、なんかもうショールームではいろんな姿をお見せしましたけど、まあ泣くことがたくさんあったよね。うん、そうあったけど、なんかその度に皆さんが慰めてくれて、いや頑張った ね、ありがとう、応援してくれて、あ、みはやかさんもありがとうございます。よく頑張った、結局何年、ね、もう6年以上、6年と5ヶ月よく頑張りました、ほんまにね、なんか想像してなかった、こんなにいることを。よかった、よかった、最後コンサートで終えれてよかった、ヒカルンが、よかったです、なんかちょっと安心しました、無事終われてね。これも時間やばい、もうさ時間取れてるか分かんない、取れてるか分かんない、はい、まあ、ということで本当にありがとうございました。皆さんもね、また会う日がありましたら、どこかで見かけたら声かけてね、全然嬉しいよ、そっちの方がね。何で1分半か、じゃあ使わるね、うん、ということで今日は本当にコンサート来てくださってありがとうございました。またいろんな感想とか後ほどまとめてつぶやきます、なのでまとめます。それではおやすみなさい、ありがとうございました。おやつ、はい、そうですね、私も、まあ、インスタグラムはね、この後まだちょくちょく更新を、沖縄旅行の写真全然載っけてないからします。
ていう話を抜きのしてたんですけど、ツイッターでね、後でちょっとコメントをパッと長文出す、ちょっとプラムと同じ内容にはなっちゃうんですけど、パッと出すのでぜひ一読していただけると嬉しいです。それでは皆さん本当にありがとうございました。また私を見かけたら、それかまあなんかお会いできましたら、ぜひよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、またね、またね、きっと会えるよ、最後じゃないから大丈夫。あ、さよならじゃない、さよならじゃない。